キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、学研大人の科学、アラート・オブ・サイエンスの、真空エンジンの模型の、起動実験を行いたいと思います。よろしくお願いします。もうずいぶん前に組み立てたのですが、動くときと動かないときがあります。これはフライホイール、これがクラッチレバー、ニュートラル、ゴー、ニュートラル、バック、ニュートラル、ゴー、ニュートラル、バックというふうになっています。エタノールタンク、皆さんの、中にはもうすでに組み立てられた方もいらっしゃいますが、初めはよく動いてたのに動かなくなったりとか、全く動かなかったりな、動かなかったりとかしますが、それは、ハンドメイド、手作りのエンジンには、エンジンの調整というものがございまして、要は、当たり外れがあるということなんです。現在では、考えられないことなんですが、その当時の、入手できる、材料の、純度や、組み立てる職人の、技術レベルとか、熟練度、体調などによって左右されるからです。最初はニュートラルにしてください。
クラッチを5にしますよ。ニュートラル、バック。ニュートラル。消すときはアルコールランプのガラス製のキャップで消してください。以上です。非常にエンジン部分とかが高熱になってますので、火傷には気をつけてください。